リアフレンズ。この番組は株式会社ランタナの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。3月2日21時40分リアフレンズのお時間です。メインパーソナリティを務めます踊るハッピー伝道師ことリアです。よろしくお願いします。関西のアイドルパンダナさんを紹介させていただきました。皆さん見ていただけましたでしょうか、はい。はい、YouTube アーカイブにて、まだ見てないよっていう方はぜひチェックしてコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。見せるの忘れてた。はい、検索はひらがなでリアルームでお願いします。はい、3月になりましたね。いよいよ春が来たかなって思って今日もマフラーを外してちょっとね、タイツをファーストに変えてきたんですけど、めっちゃ寒くて今もずっとここで寒い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 って震えてました。でもこれ以上下がることはもうなくて春になっていくっていうのを聞いたんですけど、いつになったら暖かくなってくれるのかなと待っております。皆さん3月のイメージってありますか？なんかこんなイメージみたいなありますか？そろそろ桜とか、ね、あ、桜咲いてるみたいですよ。え、違うんかな、梅かな。河津桜。そう、なんかこの間誰かが桜っぽいのアップしてるの見て、あ、見に行きたいなって思ってました。梅じゃないですか？梅かな。梅の桜、なんか難しいの難しいじゃないですか。え、違う？花の形がですか？あ、そうですそうです。難しいですね。はい、花見行きたいです。え、リオは3月あのね、ダンサーって3月からイベントとかがめっちゃ増えるんですよね。なんでスケジュール見ながら、あ、春が3月になって春が来るんだなっていうのを思ってました。皆さんの3月のイメージ、またよかったら聞かせてください。はい、はい、リオさん3月イベント何かされるんですか？イベントいっぱいあります。後でまた皆さんにお聞きしたいと思いますので、最後まで見ていただけたらと思います。はい、そしてそんな3月に、これめっちゃ重大発表なんやけど3月に、ついにリアのファンコミュニティサイトがオープンしました。はい、ハッピーリアスタジオっていう名前で3月1日からオープンさせていただきました。楽しくて皆さんが癒されるようなスタジオを目指して、頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひハピリアスタジオの会員様になっていただけると嬉しいです。そんな今日はですね、そのスタジオのことをちょっと皆さんに知ってもらおうと思いまして、スタッフさんにお手伝いしてもらって、質問形式でご紹介していきたいと思います。お願いします。はい、今あのご紹介いただきまして、はい、ありがとうございますというところなんですけど、はい、ハピリアスタジオってあれですか？ん？ファンクラブの話ですよね。ファンクラブの話です。ダンススタジオの話ではないですよね。はい、ダンススタジオはルピナスダンススタジオです。あ、そうなんですか。ちなみに別で、はい、どちらで育てるんですか？大阪と東京でやってます。ちなみにどうやったら会員になれますか？はい、ルピナスの会員ですか？スタジオの会員ですか？え、ダンスですか？ルピナス。あ、ルピナスの会員さんもリアに連絡もらえたらすぐになれちゃいます。すぐに踊れちゃいます。あ、じゃあそこで行けばダンスを覚えられるんですか？はい、ダンスバッチリ。初めましての方でも何歳でも上手に踊れるようになります。じゃあこれ行くしかないですね。はい、踊りたい方はぜひルピナスダンススタジオにお願いします。じゃなくて今日はハッピリアスタジオの紹介。はい、はい、ファンコミュニティ、ファンコミュニティ、いわゆるファンクラブというやつですよね、インターネット上の。はい、そうです。そ
ちなみになんですけど、うん、どこのサイトで行けばやってはるんですか？ミーグラムっていうサイトになるんですけど、なんかスポーツ部門とかアイドル部門とかミュージシャン部門とかいろいろあるんですけど、ユウは、グラビアコスプレ部門のところにいます。お、グラビア、はい、グラビアですか？はい、そうですね、はい、なんでそんな嬉しそう。グラビアっていう言葉がテンション上がりますね、はい、テンション上がりました。ちょっとそういう活動もさせてもらってるので今回はそっちの方で登録させてもらってます。なるほど、はい、一応プランが3つあるって聞いてるんですけど、はい、ちゃんちゃんちゃんってあります。ちなみにじゃあその特典とかってどんな内容が、はい、まあ、6つあるんですよね。そうですね、基本的に6つ用意させてもらってます。はい、じゃあちょっと特典1から6まで、はい、全部教えてもらっていいですか？はい、まず1つ目はこれめっちゃいい、24時間自由に発信、その会員様、あ、そう、ハッピリアスタジオ の, あの入ってくれはった人はみんな会員さんっていう呼び方になるんですよ。会員さん全員自由に投稿できる LINE グループチャット。 LINE グループチャット、はい、なんかいっぱい入ってるね。はい、なんかいっぱい入ってるの。いっぱい入ってる、うん、何がいっぱい入ってます？ LINE やらグループやらチャットやらLINE グループオープンチャットがまたオープン書いてますね入ります、はい、そこでマリアにでも気軽になんか頑張ってねとか今日も頑張るね、おはようみたいなことができたらいいなとか思ってます。はい、24時間、24時間コンビニやね。はい、コンビニですね。コンビニリア、コンビニ人間なので24時間対応します。はい、セブンイレブン。はい、じゃあ次にします。はい、2つ目はその文章だけじゃなくて写真も自由に投稿できる場所を作ってます。撮影会とか、うん、お気に入りの写真があったらそこにアップしてもらえると、リアが踊ってる時の写真とかね撮りに来てくれたりしてあげてもらえると、毎月その中からリアがお気に入りの写真をそのオープンチャットのトップにさせてもらいたいなと思ってます。はい、これ、はい、ファンの方に送ってもらったんですね。そうです、リアの写真をいっぱい撮って送ってくださいということです。はい、ボランティア形式ですね。まさかのボランティアじゃないよ、楽しむんだよ。楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、で、じゃあ次3つ目。はい、3つ目は月一ファンミーティングです。はい、はい、ファンミーティング、うん、会議ですか？会議です、みんなで。何するんですか？します。まだ内容が決まってないので皆さん、はい、何したいか教えてもらえたら嬉しいです。ちなみに候補あります？候補はなんかコナンみんなでやろうみたいな。あ、鬼ごっことかね、隠れ、それはしないです。あの、うん、こういうことしたらいいんちゃうとか、本当に作戦会議ができたら嬉しいなと思います。今年の鬼ごっこ何しますか？鬼ごっこはしない。野球も大会やりますか？やらないです。あ、でも運動会とかおもろいかも。あ、じゃあ決まりましたよね。運動会について運動会とかやってみたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ運動会頑張ってください、はい、ということで、じゃあ次4つ目ですね。4つ目はコミュニティ限定のちょっとセクシーな写真とかもあげちゃいます。はい、やっと得点らしい得点できました。全部得点、全部得点よ。ちなみにどんな写真が見れるんですか？水着とかとかとかですとか、うん、普段に見れない、普段 SNS にあげないような写真をここでは、はい、あげたいと思います。はい、じゃあまさか見れない写真が、もうレアな激レアな写真が出てくるわけですね、うん、そうです、ここでしかあげない激レアな写真が見れちゃいます。ちなみにどんなやつあげようと思ってます？それは内緒です、入ってからの、はい、そういうことですね。見てみたかったら入ってくれと。はい、はい、ぜひです。ありがとうございます。って感じですね。はい、はい、じゃあ次、得点5、うん、
5は、毎月サイン入りのメッセージ画像をお送りさせてもらいます。はい、デジタルですか？デジタルで、でもちゃんと手書きします。あ、じゃあこんなところにも DX の波が及んでるってことですか？DX って何ですか？デジタルトランスフォーメーションですね。デジタルトランスフォーメーション、はい、デジタルですね。デジタルから波が訪れてる、はい、デジタルかだけど、ちゃんとあのなんかアプリがあって、お絵かきアプリみたいなのがあって、それでちゃんとリエカクを書きます。書くよ。なるほど。はい、6個目、6個目です。6個目は、Zoom で40分1対1でお話ができちゃいます。恥ずかしい。ツーショット、ツーショット、恥ずかしいの、何喋るんや。はい、できちゃいます。でもやっぱり何やろ、だこの LINE とかさ、配信でもリアの顔しか映ってないから、遠方の方とか普段イベントとかも遊びに来れない方とかだと、ぜひお話ししたいなって思います。そこでどんな話してくれるんですか？はい、それはその時のなんか感情で、その人のために話できたらなと思います。あ、なるほど。じゃあ眠たいなってなったらどんな話してくれるんですか？眠たいなってなったら、眠いなって言って、じゃあ子守歌歌おうかなって。歌ってくれるんですか？ねんねんごろりん言うて。歌うかもしれないです。はい、じゃあ貴重ですね。めっちゃ貴重。リアさんが子守歌がしてるということで。40分だよ。40分間、辛すぎます。はい、はい、でも嬉しいよね、それで絶対仲深まるもんね。ということでございますと。はい、40分で仲深めて。これ月1回ですか？月1回ですね。2回はやらないんですか？2回はなんかオプションがあるかもしれない。なるほど。はい、じゃ月1回40分喋れると、うん、喋りましょう。素晴らしい。はい、はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、この今回ファンクラブやることにしたって、なんでまたこれを始められたんですか？もっとリアのことを知ってもらいたいなって思ったからです。なるほど。でも SNS とかされてますよね。はい、そう、 SNS に上げれないこととかも増えてきて、上げれないことやけど、みんな何限定で知ってもらえたらなって思って。なるほど。はい、じゃあ今まで以上にリアさんのことを知れるってことですか？そうです、それは間違いないです。はい、じゃあ皆さんどんどん知ってください。はい、知ってください。はい、そうなるように頑張ってください。はい、あとグッズね、作りたいと思ってるんですけど、一回タオルを作ってたことがあって、それは全部完売しちゃったんで、またタオルを作るのか、 T シャツするのか、マグカップにするのか、なんかちょっと悩んでるので、なんか欲しいなって思うのがあったら、それも教えてもらえると嬉しいです。はい、うん、なんか私も欲しいんですけど、うん、欲しいですか？私のやつも作っていいですか？やったらいらないです。はい。ふわふわ、なんかちょっと前回タオルの生地を見せてしまったので、ふわふわな生地でやりたいなって思ってます。毛布かなんかですね。うん、なんかこの間のタオルがめっちゃペラペラやって、ごめんねって思ったので、次はふわふわな生地を選んで、皆さんにふわふわしてもらえるようにします。とふわふわしてるやつが言うておりますが。ふわふわしてません。はい、はい、しっかりしてるんですよね。しっかりしてます。めっちゃしっかりしてるのでお願いします。はい、それではね、ここでお待ちかねなのかわからないですが、告知をしたいと思います。はい、3月もたくさんイベントがあります。たくさんかな。3月4日あさってですね、ゆりキャンナイト、秋葉原カラーズさんにてバックダンサーさせてもらいます。11月にも一度バックダンサーさせてもらったんですけど、その時よりもまた曲数もバージョンアップして、スキルもアップしてると思うので、ダンサーのリア、よかったら見に来てください。この日、応援来れないよっていう方に向けて郵送チェキの方の販売もしてますので、遠方の方はそちらの方で応援していただけたら嬉しいです。そして6日14日22日にフレッシュ撮影会さんにて、モデル出演させてもらいます。
で、撮影会の夜、22日の夜21時半から歌舞伎町の方で、バーレスクダンサーとして出演させてもらいます。人生初のちょっとビキニ姿で踊るので、セクシーに踊れるように練習してるので、よかったら、遊びに来てもらえると嬉しいです。全部のイベントは Twitter の DM にて予約受け付けていますので、質問でもいいのでお気軽にお問い合わせください。はい、このラジオに関するご意見ご感想もリアの Twitter までお願いします。で SNS ね、まだフォローしてない方、準備してなかった4つね、フォローしてほしい SNS があります。じゃじゃん、はーい、 YouTube と Twitter と Instagram と TikTok 自分で書いて分からへんかった、はい、4つの SNS ぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい、 TikTok ね、今実は生配信をしております。来週も、生放送でお送りしたいと思ってますので、21時40分、ぜひスケジュールの方を開けて遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、今週も最後までご視聴ありがとうございました。来週のリアフレーズもお楽しみに。ハッピーリアステジオ会員さん、お待ちしてます。